はるか。うん。さっきも今もそうなんだけど、カンナさんやクレアのスパイクが止めにくい時ってもしかして。そう、いつも私たちは風下のコートだったよ。もしかしてはるかさん。うん、ドライブ使ってる。でもそれだけじゃない。何の話？さっきの試合で相手選手が風に乗ったドライブスパイクを使ってて、あの二人それを見て早速試してるんだと思います。なるほど、だからこのセット風上のコートを選んだってことね。